始まりましたメカニック TV。 今回は、自動車部紹介シリーズ第3弾ということで、前回は立教大学と拓殖大学にお邪魔してるんですけど、今回は埼玉県にある芝浦工業大学の大宮キャンパスにお邪魔しております。ありがとうございます。鳥のさえずりなんて聞こえない。いや本当に、芝浦工業大学は1927年に東京高等工商学校の名前で設立された学校で、1949年に芝浦工業大学の名称で大学を設置しました。工業大学ということで、工学部、システム理工学部、建築学部などがあります。もともとは東京の芝浦にキャンパスがありましたが、現在は豊洲に移転となっており、今日訪問している大宮と2カ所にキャンパスがあるそうです。まあ、工業大学という、ね、だけあって、やっぱその工学部なんていうの、そっち系の学部、うん、が多いですよね。まあそうですね、ものづくりをする、うん、未来のエンジニアさん、うん、そんな人たちがいっぱいいるのかなっていうイメージですね。そうですよね、うん、はい。で、自動車部がある。そう、自動車部があるらしいんですよ。はいはいはい。まあ、でも前回の大学は、まあ、なんていうの、普通 の、 が、うん、あの大学だったから、まあ、自動車部あるんだみたいな感じだったけど、まあ、工学部というか工業大学だと、まあちょっと納得はするね。そうですね。まあ、あるね。まあ、車好きな人も来るだろうな、みたいな。うんうんうん、ね、そんな感じはしますよね。しますね。早速、学生さんにちょっとお話を聞いてみたいと思います。ゴンダイさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2年、工学部機械機能工学科、のゴンダイ亮と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段はどんな勉強をしてるんですか？普段はなんかエンジニアリングになるための勉強みたいな、数理系の勉強だったりだとか、あとは、今やってるのは製図の授業を今取ってて、なんかミッションの製図みたいなのを今手書きでやってて、手書きでやってまして、それが今一番大変な授業になってます、ね。うん、めっちゃ大変そうですね、それは。で、自動車部でいらっしゃると。はい。部員さんは今どれぐらいいらっしゃるんですか？はい、部員は今ありがたいことに38名いまして、めっちゃ多いですね。はい、ちなみにその中に女子部員さんはいらっしゃいますか？あ、3人ほど今いらしてます。すごい。今日は残念ながらいないんですよね。昨日はいたんですけど。あ、昨日はいたんだ。いたんですけど。残念。普段はどんなレースに出てたりするんですか？普段は、ジムカーナっていう競技をやっていて、まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、はい、まあ、パイロンの周りをぐるぐる回るみたいな感じで決められたとこを、まあ、走ってタイムを競うみたいなのがいつも普段やってることになります。へー。自動車部はなんかどれぐらいにできたとかって分かります？あ、一応、自分、1960年創部になりますね。めっちゃ歴史が長い感じの部活あるんですね。長年から、もう実は、こちらがですね、自分たちのガレージ、うん、部室みたいな感じになるんで、普段ここで活動していて、はい、今ちょうど、エンジン乗せ替えの今作業をしているので、うんうん、ぜひともちょっと見学していただけたらと思います。はい、ぜひちょっと見に行ってみましょうか。見に行ってみましょう。はい、見たい。うわ、めっちゃちゃんとしてるね。めっちゃガレージ。ね、めっちゃガレージ。広いね、めっちゃ。しかも屋根付きっていうのが。最高ですね。うん、最高。羨ましいわ、この環境。すごい。ここにあるのが競技車っていうことですか？そうですね。こっちの、向こうの黒いインテグラーがあると思うんですけど、うん、あれが一応大会で使用している大会車になります。この他の3台も一応競技車では。そうですね。競技車っていうか、練習車に近いですかね。なるほど。大会には出ないんですけど、こういう普段練習するための車になります。そか、じゃあ、まあ基本的にはあの黒いインテグラで大会に出るっていう形になります。すごい。まああの普段ね、ここで整備とかねしてるんですね。めっちゃいい環境ですね。いいですね。はい、
ちなみにこの車はこれ以外にもあるんですか？はい、実は裏に、個人車みんなが一人一人持ってる車が1台と、あと未来のなんか競技車両みたいなのがあって、それは1台あります。それも見せてもらえますか？全然、ありがとうございます。じゃあちょっとそちらの方に、はい、行きましょう。行きましょう。ここが自動車部の車両置き場です。車両置き場、そうですね、はい。こっちが自動車部の、自分たちの部活の車になります。へー。で後ろが、部員さんたちが個々で持ってる個人車になりますね。これが新しく、もう未来の競技車用みたいな感じになりますね。三人スイスポーになって、ね、扱い的にはシビックの後継者というか、まあ、そんな感じになりますかね。スポーツっていうところではすごく似た車なので、はい、ちょっと楽しみですね、これは、うん、ね、今後楽しみですね、うん、ロードスター、うん、かわいいですよね。こちらがなんか1年生と2年生が乗ってる駐車になりますね。すごい。まあ、分車も気になるけど、でも僕は個人車に。いや、そうそうなのよ。ちょっと、待って、はい、それも学生さんの車ですか？あの、自分の車になるんですけど。おぉ、マジ？親の車をこう、なんか乗り回してる。安心した本当にもう全部ドノーマルみたいな感じになるので、完成されてるもんね、はい、ドノーマルで。親御さんも車好きなの？あ、そうですね、親がもともと好きでその影響を受けてるのが好きなっていう感じですね。やっぱそうなんだ、ね、じゃあ次隣の順番にじゃあこれから MRS。 あ、オーナーさん、これはもう完全に自分の車ですか？そうですね、自分で買った車。はい、はい、もろ込みで、まあ、90万ぐらい。あ、なるほどね。まあ、ミドシップという点で購入に至りました。へ、楽しいですか？あ、楽しいです。へ、次これ、これはマツダのデミオン。デミオだね。デミオですね。このデミオを選んだ理由ってありますか？他の大学の方からちょっとお話いただいて。あ、そうなんですね。っていただいたんで、この車にしたって感じ。へえ。ちなみにいくらで買ったんですか？20万です。お手頃ですね。で、しかも、あの、機械式の LSD とか入ってたんで、その、はい、みんなすごいね。あとはマニュアルですか？あ、そうです、マニュアルで。マニュアルなんだ。1A が入ってます。意外とね、走ってて楽しい車ではある。へえ、そう、楽しいですか？あ、楽しい。あ、ジムカーナーだったりサーキットだったりとかっていう感じ。あ、そうですね、何回か行ってますけど、ちょっと今忙しかったりお金がないんで。まあね、サーキットお金かかるって言うからね。お金かかります ね。行ったことないけど、なんか学生さんの車って感じでいいですね。いいね。うわ、あれは部品取り車。過去に使ってた競技車か。そうですね、はい、ガートラーもともとやってて結構前になるんですけど、そこら辺の車もなんかちょろちょろ置いてあったりだとかして、はい、ということで、あの、まあ、紹介していただきました。で、今、あの、なんだっけ、シビックのエンジン乗せ替えをしてるんでしたっけ？はい、はい、そうですね。じゃあそこをちょっと見に行ってもいいですか？はい、ぜひいらしてください。はい、ありがとうございます。見学しましょう。はい、行ってみましょう。思い出したと。記憶がないのはやっぱ8にすれば大変そうなんだけど。いや、そう、大変そう。話しかけるのも申し訳ないぐらい大変そう。今、まあ、乗せる感じですね。そうですね、乗せるちょうど前のところで。ちょうど前のところ、はい、今ちょうど、あの、オイルのエレメント、フィルターを今交換してたところで、あとはマウント類とかを今取り付けてて、あの、すぐにこうエンジンを下ろしてもちゃんとすぐつけれるようにっていう今準備をしている段階になりますね。はい、今回これはなんでこう乗せ替える感じなんですか？元々は、あの、試合車が向こうにある黒色 の、 あのインテグラが向こうにあるんですけど、はいはいはい、不具合が起きちゃいましたって時用に、まあ、一応これを持っていって、もともと 1.6 リッターのエンジンが積んでたので、まあ、一応試合でも使えるようにこの今 1.8 リッターの方の今エンジンを乗せ替えようって今話してる段、やってる段階ですね今。なるほど。じゃあどっか壊れたから交換っていうわけじゃなくて。そうです、もう車ごともう変えちゃおうみたいな。すごい。
くらいのあれですね。わ、めっちゃ楽しいねそれ。今後はそうですね、こういうハブ系を変えたりだとか、まあ、テールランプとかもろもろ、まあ、大会に出れるレギュレーションの規定に合ったような車作りを今後はしていこうかなって思ってます。まあでも予備車両ってことですよね。そうですね。ちゃんとそこまでやっぱ用意するんですね。え、でもこれエンジンを違うエンジンを乗せてるわけじゃないですか。そうですね。そういうなんて言うんだろう、知識とかってどこで？あ、もうそこら辺はもうそれこそもう、これに整備書がここにあったりだとか、互換性があるようだとか、そういうのはそういう先輩とかからいろいろ聞いたりとかして、まあこう。やってますね。すごすぎない？知識負けしてるんだけど余裕で進んでいくところをちょっと見守っていきましょうか、うん、見守りましょう、はい、手伝うことはできないので、ね、そうですね、残念ながら、はい、ちょっと私には力になれなそうなのでね。本当いつも多くて2人とかでやる感じなんで、それでもだいぶありがたいというか。もそれっぽい。そうだな。無理にやってお前。ちょっとね、仕事っていうと、部活っていうか、なんかあれやるみたいなのも、そう、なんか違いますね。仲間って感じしますよね。すごいですね。本当、一つのチームって感じ。ついに上がってますね。上がってますね。これでそう。なんか乗りました ね、うん、ね、もう閉めてるといったり、うん、もう話しても大丈夫なぐらいですよね、きっと。とりあえず大丈夫ですね。ちょっと起動してください。取れましたね、うん。まあ、この後も引き続き、まあ、作業する感じ で、ね、はい、とりあえず乗った感じですね。はい、はい、お疲れ様です。はい、ということで、今日は芝浦工業大学自動車部の取材させていただきました。ありがとうございました。いやー、お疲れ様でした。まあ、今回シビックもそうですけど、まあ、メインがインテグラということで、まあ、実際にね、なんかその大会出て走ってるところとかも見れたらいいなとは思いますね。ぜひなんか遊びに行かせてもらえたらと思います。はい、じゃあということで一日ありがとうございました。お疲れ様でした。ということで本日のメカニックTVはここまで。ご視聴ありがとうございました。